昨日か一昨日かな、あの MP3 プレイヤーの話になったんだよ、生放送してて。で、今から10年ぐらい前か、あの iPod って流行ったじゃん。で、わ、懐かしいねって話になってさ。で、まあ俺は iPod じゃなくてソニーのウォークマンを持ってたんだけども、当時大体二部してたよね、 iPod 派かウォークマン派かって言って。あのウォークマンの方が音はいいんだけども、あのちょっとダサいんだよ。 iPod はやっぱりあのデザインがいいんだよね、 Apple だけあって。まあそんな感じで俺は音質重視だったから、まあ、ウォークマンを持ってたんだけどさ。でまあその iPod にしろウォークマンにしろ、パソコンのパソコンからプレイヤーに曲を移す際にその専用ソフトっていうのが必要で、でいちいちそのね、その専用ソフトを使って曲移すのがめんどくさかったよなとかね、そのままドラッグ&ドロップできたら どんなに楽だっただろうかみたいなね。昔はそうだったんだよね、なんかわけわかんない専用ソフトみたいなのがはびこっててさ、ずいぶん使い勝手悪かったんだよね。 iTunes で曲管理みたいな感じでさ、いやいや iTunes で管理するよりも普通にあの自分のあの自分で Windows フォルダーが用意して管理する方がどれだけ楽かっていうね。うん、まあなんだかんだいろいろとそういう話題で盛り上がって、でまああれから10年経ったわけじゃん、その iPod ブームから。でまあ今のそういう携帯音楽プレイヤーってどうなってんのかなってふと疑問に思ったんだよ。さすがにさ、ね、今スマホが普及したからさ、そんな音楽プレイヤーで曲聴く人なんか見なくなったじゃん。みんなスマホで曲聴いてるよね。だからまあ音楽プレイヤーって廃れたのかなと思ったらね、いろいろ調べたらね、さらにマニアックな方向にシフトしてたね。まあ普通の曲聴くならスマホでいいんだけどさ、より高音質の音を聞きたい場合音楽プレイヤーを買うっていう。あのハイレゾ音源ってあるでしょう。 あのだいたい今発売されてる音楽プレイヤーっていうのはそのハイレゾ音源を専用する用のプレ再生する用のプレイヤーだね。うん、まあよくハイレゾハイレゾって聞くけどさ、あのよくよく考えたら俺そのハイレゾってよく知らないなと思って、じゃあこの際だから調べてみようと思ってさっきこういろいろと調べてたんだよ。でまあ分かったことを今から説明するんだけどさ、まあまずハイレゾ音源っていうのは CD の約 6.5 倍の情報量を持つまあデータで、CD っていうのは、まあ、あの、マスターテープがあるじゃん。そのマスターテープの音源を人間の耳に聞こえない領域をカットして、で、そのカットして容量削減したものを CD に収録してたっていうね。それが CD なんだけど、ハイレゾ音源っていうのはそのマスターテープから、その、ハイレゾ音源に変換する際に、まあ CD の約 6.5 倍の情報量ってことだから、まあ、よりきめ細かく収録できてるってことだよね。もちろん CD でカットされてる人間の耳に聞こえない部分もちゃんと収録されてるだろうしね。そう、10年前のさ、iPod とか流行った時は、やっぱいろんなプレイヤー出たよ。ソニーのウォークマンとかその他にもいろいろ。で、まあ、ね、うちのプレイヤーは高音質だなんだのって言うけども、やっぱりさ、元の CD のデータが、やっぱりその、カットされたデータだから、どんなにプレイヤーの性能が良くても限界があったわけだよね。だから今回そのハイレゾ音源の登場によって、その、限界が突破されたわけだよね。うん。そうで、まあ昔だったらさ、その
CD のデータを MP3 なり AAC なりに圧縮して、で iPod の中に入れて聴いてたけどさ、今回のハイレゾ音源っていうのはやっぱり MP3 とかに圧縮するとせっかくのさ高音質が台無しになるじゃん。せっかく高音質でさマスターテープから起こしたのに圧縮したら意味ないじゃんってことで、その圧縮方式もちょっと変わってるんだよね。 MP3 っていう昔の圧縮方式はやっぱり音が汚いんだよ。だけどもハイレゾ音源の圧縮方式は圧縮はするんだけどもちゃんと元通りの生音源に復元できるっていう可逆圧縮方式っていうのが取られてて、うん、だからまあより高音質で再生できるよっていうね、その圧縮するんだけども元通りのデータに戻せるよっていう可逆圧縮方式はさ昔からあったんだけどさ、でも所詮 CD の音源を圧縮してでまた元通りに戻してもやっぱり CD 音源だからやっぱりクソなんだよね。うん、初めてだからこの可逆圧縮方式が生きてきたかなっていう、このハイレゾの登場によって。うん、でまあ俺も興味があったからさ、そのハイレゾ音源の無料視聴を聞いてみたんだけども、よくよく考えたらこのパソコンがさハイレゾアンプを搭載してないから、俺の耳に聞こえてる音は普通の多分 CD 流してる時と同じ感じの音なんだろうなっていう。いやなんかめんどくさい世界になったよね。いろいろ揃えなきゃやっぱ聞こえないっていう。でまたさ、その再生データもいろいろあってさ、主に2種類あって、このフラッグってタイプと DSD ってタイプがあって、でそのフラッグっていうのはデジタル寄りの音で、 DSD っていうのがアナログレコード寄りの音でとかさ、そのハイレゾ音源一つ取ってもいろいろとめんどくさいんだよね。だからもう本当にマニアックな人しかこれとっつかないなっていう感じで、うん、まあ俺は YouTube のクソ音源でいいかなって、そこまでして聞く必要はないやってことで、てかそもそももう昔に比べて音楽聴かなくなったよな。うん、なんか歩きながら音楽聴くとか外出てまで音楽聴くっていう概念がなくなったね。昔はやっぱりブームだから夢中になって飛びついてたけども、そもそも自分がそんなにさ、なんだろうね、注意力散漫の方だからね、外歩くときはちゃんと歩くことに集中するとか、まあそっちの方になったね。ながらはやっぱり良くないよ。ちょっと発達障害寄りだからね。うん。そんなことであんまり外で音楽聴かなくなったから、こういうのとも無縁になったね。うん、でもやっぱりこういう技術の変遷を調べるのは面白いなと思ったな。だから今日ちょっとその頑張って調べた成果をラジオにしてみました。うん、まあこんな感じで現在も携帯音楽プレイヤーは進化してるみたいです。